ジョン・レイトン・スチュアート工作とは、日中戦争打開のため1940年より、極秘に進められた和平工作である。アメリカ人で、遠京大学学長のジョン・レイトン・スチュアート博士が中心となったため、この名がある。霧工作の開始とほぼ同じ時期に、北兵の遠京大学学長で、蒋介石と親交を持ち、しばしば北京と重慶を往復していた。アメリカ人学者、ジョン・レイトン・スチュアートから、中華民国臨時政府の王克俊に対し、霧工作とほぼ同じ内容の蒋介石、政権側条件が内示され、和平の斡旋に立つ旨が示された。日本陸軍当局は、実現可能性が高いと判断したものの霧工作が始まったばかりであったので、総軍や紅亜院華北連絡部に接触させていた。しかし、この工作は1940年夏には沙汰闇となった。1945年6月、南京駐在講師の経験がある満州建国大学教授の中山優が、当時日本軍監視下にあったスチュアートとその秘書である、伝慶派による和平工作の存在を知り、これを大東亜省に持ち込んだ。外務大臣の東郷持長はこれに同意し、陸軍側の同意も取り付けて、外務省情報局の前次長であった河合達夫を南京に向け進発させた。しかし、スチュアートとの会見は日本の降伏直前で、会談はスチュアートから将来の日本のあり方を説かれるに終わった。ありがとうございます。